今回は12月21日のアプデでカード追加されたノーマル巨勇を紹介するよ。計略は四季5で紫の味方の武力プラス5が8カウント続く号令。ただし効果終了時に生存部隊数 ×1 の四季がなくなるデメリット付き。号令の8カウントの間に四季が2たまるから四季5と同時に使ってよ。終了時には2弾け飛んで実質四季7で武力プラス5と厳しい性能。号令中に他の計略を打つことでデメリットを回避する難しい扱いが要求されるよ。死す時は同じ。俺にひれ伏せ。エグセ。この国の宝を。どうされました？拙者に任せよ。防備を切り崩せ。強き欲はそのまま強き力になる。生まれた日は違えども我らが行く道はただ一つ。どうぞ。この俺が宇宙船フレームロー。人間ごと君。どうぞ。俺を超えてくるとはな。ここで試してみたけど、三国志大戦の顧問演義と同様に効果終了時に自城に入っててもその部隊の分の士気は吹き飛ぶよ。演義はハイリスクに伴う高い武力上昇値があったけど、武力プラス5でこれはさらば。何の悔いもありません。流派発動。三の肩昔の俺ではない。滅びなど知らぬ。フレームロー。拙者に任せよ。どうするのしか。フレームロー。宇宙船甘すぎる。甘すぎるぜ。顧問原稿へ対して読んで、武力3、自身より知力の高い相手には武力6する。やられる。低価値の破格の妨害。ただし当然高知力相手には効果時間が短いから注意。死す時は同じ。この俺が。宇宙船。ごめんね、守れなかった。宇宙船解放。走り出したら止まらんぞ。宇宙船。宇宙船。宇宙船。俺を超えてくるとはな。
この国の宝を。何の悔いもありません。昔の俺ではない。どうされました？生まれた日は違えども、我らが行く道はただ一つ。強き欲はそのまま強き力になる。号令範囲の狭めではあるけど、この場面では枚数差があるから、敵陣シンクで粘って内乱一発取って再起で勝ちたい感じやね。人間ごときに。どうぞ。守り抜く。ここはプレイングミス。竜羽で式音にしてノーマルイソマを使うのが正解やね。反省点発動。見ろ肩。乱世に示す我が覚悟、その身に刻め。どうぞ。この俺が天気解放。この身など知らぬ。生きて。昔の俺ではない。流派発動。見ろ肩。甘すぎる、甘すぎるぜ。ごめんね、守れなかった。さらば。死す時は同じ。何の悔いもありません。ご視聴ありがとうございました。